はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスクスト2というわけで、の実況をしていきたいと思います。734日目のログイン&日記です。おゆいちゃん、かわいい。はい、というわけで皆さん、2019年の協力戦、というかまあもう、ね、いろんな意味で、かな、最後の協力戦なんですかね。うん、お疲れ様でした。まあね、新しくなるんでしょう、多分2020年からはね。ただちょっと結果がね、若干不安なんですよね。みんな気分。あとは、一応ね、コメントでまだお返しできてないんですけど、これが多分800、パート800なんですよね。まあ、私あんまり、パートで記念とかあんまやらないんですけど、まあ1000とかだったらやってもいいかなとか思うんですけど、まあ、記念になればいいなと思ってます。10連、例えばね、10連でやがちゃとか、ではこの辺で、編集で何かが、ちょっと先行告知みたいなのが入ってれば、成功ですかね。はい、というわけでおはようございます。さあ、結果見ますか。あと私多分ね、さあ、最後ね、ちょっとね、普段はね、あんまり人といるときにスマホいじらないんですけど、ちょっとね、不安だったんで見てみたら、あ、これやべえなってなって、で、結構ちょっとね、ちょこちょこやってたんですけど、受け取ってなかったんだよね。そう、レポート受け取り忘れちゃって、その分のスコア、ゲットしてないっていう、多分レイドガチャポイントは多分結構残ってるんですけど、スコアは受け取れないんですよね、その時しか。これ結構やってるかもしれないですよね。とりあえず見ていきますか。さて、いやー、やっぱもうちょっとやっときゃよかったな。正直私結構甘んじてました。最終日いつも4倍ファイナルは4倍とかでやるんですけど、もうある程度行ったからもう4倍じゃなくていいかななんて言って、結構手抜いたわけじゃないんですけどね。お疲れ様でした。今回はね、弱特攻と強特攻両方とも揃っていたのですが、ちょっとね、思ったよりはあれだったかな。というわけで皆様ね、見慣れたお名前の方々もいらっしゃいますけども、確かに1週間以上、まあでもね、世には柔軟錬金とか結構平然とある仕事もあるからね、ブラックだね。年に数回休み取った方がいい。数回ですか？数回は少ない気もするが、そう、心が死んでしまう。そうなんだよ。そう、本末転倒ってやつだよ。あるからね。はい。はい。レジェンドランキングの方々ですね。はい。素晴らしいですね。はい、上位3名の方々。第3位はスコア5億2162万610、プロシネ大将さん。第2位はスコア7億57万4245、夢食い異分録大将さん。はい。1位の方が圧巻でしたよね。名前変わってるかも。そして今回のトップは蒼天の雪隊長殿。スコアは17億24万9022、圧巻ですよね。もう結構最初の方から10億ぐらいいってたような気がしましたけど。ドキドキ、頼むぞ頼むぞ。よかったです。いや、2000位結構ギリで、1940位ぐらいまで落ちちゃって、あれこれやばいんじゃないかなと思って、一応4倍攻撃だけはバシバシやっといたんですよ。最後に。ただね、ギフトを受け取り損ねるという事態が結構あって、すっかり忘れてたなと思って。いや、最初そこは1813万1640万。一応まあ、1800万ぐらいが2000位以内のボーダーになるんじゃないかと予測したんで、まあ大体ですね。はい。まあ一応ですかね。こちらこそ。はい、セーフ。本当は1500位とかも言いたかったんですけど、1500位はね、ちょっとね、決定打は2000万超えだったから、あ、これと、見れなかったっけ、なんかボーダーが確か見れたよね。最終ボーダーね。これレジェンドランキングですね。違うとこですね。別のランキングを見るとかないだけ。7000位のボーダーか。あれ、レジェンドじゃなくて別のランキングを見るだっけ。あれ、あ、他のランキングへ、プラチナで、最終ボーダーですね。
2000が、ああ、でもギリですね。1779万8448。うん。1800万いってなかったんですよ。だから1800万にしとけばよかったですね。なんで結局ちょっとね、出かけた時に友人とかいる時にちょっといじってしまったからね。あんまりね、だから前もって4倍はある程度ケチらずにやっとけばねってちょっと思いましたね。反省感いいですね、ちょっとね。いや、とか上の方がすげえスコアだったけど。で、このギフトね。まあランキング方針ももちろんあるんですけど、はい。はい、このね、いつものやつなんですけど、レイドガチャポイントね、いっぱい溜まってましたね。はい。さて、お知らせが、まあ、メンテのお知らせだな、協力戦が終わりましたよっていうやつと、はい。あと、今日は断捨離とかして、あとガチャ回したりですね、とりあえずね。で、メンテが本日の、3時から5時頃までですね。なんで、お忘れなくというかね、その前には使っておきましょう、いろいろとね。で、心レベリンスやるともしかしたら、たまらない心玉。あ、玉やきりかな。たまんないかな。ワンチャン、ちょっと10連でガチャ2発決めるんで、2発決めれば、おこれやれ、あ、いや、火力出ればスコア出るか、その分だけ。19万。スマッシュでも出れば、より、これ2万溜まって、どうだ。お、足りたんじゃないか？足りた！というわけで、パート800記念に、神引きを見せましょう。神引きできなかったらごめんなさい。かな。まあね、多分予告が入ってるはずなんで、入れてるはずです。ちょっとね、ちょっとだけ先行でちら見せする編集ね、たまにはそういうの入れてもいいかなと思ってますが、さて、じゃあ、いきますか。いろんなガチャがあるですね。この辺もね、有効期限あるんでお忘れなくということでね。はい。じゃあ、いきますか。他には特にないか、間にも全部いたんだね。じゃあ、行きましょう。800パート800記念神引きを皆さんに。真っ赤のさんもしめちゃんなくはない、ちっちゃいがまあ一発目だね。彩雲青クジャク、収束しました。ネームレスネビラが、あ、ネームレスネビラおかえりあ、でも、ああ、どうしようかな。ネームレスレビアか。でもな。あ、でも、イサリさん、そっか。なるほどね。行きましょう。はい。行け。記念に引くんだ、薄赤さんもちろんじゃなくはない。なくはないよ。はーい。予告なし。なんもなかったな。モーニングキャンディがプラス9に、グランデホルツァーがプラス12に、ホーンテッドキルがプラス10になったよ。ニコニコさ特になかったですね。ただ記念動画といえばね、一応2周年記念動画は撮ろうというか作ろうと思ってるんで、それはまったりとお待ちいただければ。ちょっと 年内は無理かな。年明けにでもちょっと出させていただこうかなというね。ちょっと本当1周年の時はね、動画で出せなかったんで、まあちょっと2周年の時に、ちょっと私のね、2年間を振り返るような動画を出させていただこうと思うんで、まあそちらを見ていただけたらかな。特になかったです。申し訳ない。でもここで、ここもチャンスある。今まで SR 以上確定ガチャで私は SR 以外引いたことないんで、ここで、せめてパート800記念ということでいかがでしょうか。うっさけ、上手でした。からのあらかす。アンチマテリアルなのただね。はい。まあ、強いて言えば、無事に2000以内に入れたということで、ちょっと目標がね、あんまり良くな、なんかあんまりね、なんだろう、打線500位とかね、新記録狙ってみなかったんだけど、でもな、なんか思ったけど、なんでしょうね、京特攻って、なんかやっぱ収束しないとそうでもないのかなっていう感想も逆に持ってしまったけど、どうなのかな。特攻バフは強いとは思うんですけどね。なんかそんなに劇的に火力は上がんなかったっすね。あれこんな感じだったけど、久しぶりに強特攻を引いてみて思った感想。やっぱでも収束してなんぼとか、
っていうところですかね。まあ、弱特攻もね、収束するかしないかで全然火力変わりますからね。うん。で、一応メンバーの方、あとね、そう、もう途中でもう気づいたんだけど、一切やんなかったんですけど、あ、このパーティーだとちょっともう、いじっちゃったあれなんですけど、あの、ユーミチンのこのエクレア、うん。なんだかんだで、あの、ユーミチンの出番があまりにもなくて、というか、アシスト入りもできなかったんで、うん。貸してたんですけど、その時に、イサリさんかな、うん、アシストのイサリさんのサブメモカとかにつけてたんですけど、まあやりようはあったかなっていうね。まあだから、例えばサブカちゃんのほんのちょっとでも違いますから、例えばこの今ね、歌方キリンプラさんつけてますけど、これよりはちょっと強いですからね。だからまあメインの火力を上げるのに使ったりとかね、もうちょっとだから付け替えはできたかなってちょっと思うところですよね。うん、まあ、正直今チカちゃんもこれとかつけてますけど、まあ、もう一応プライズになったか。まあ別のエクレアとか、まあ別の UR ね。UR は実際みんなまだ結構つけてますからね。もうメインアシスト入りできないこの UR は、ガンガン他のメンバーにつけてもいいんじゃないかと最近は妥協するようにしてるんですよね。で、ゆきえちゃんのとこはちょっとツバメじゃないかあったんですよね。一応あの、楓さんが帰ってきたんで。まあやっぱ一番星は、まあ一番星効果はね、大事にしていきたいというわけでね。ユンちゃんあんま強くないよね。なんでこんな弱いんだろう。まあ、あれか。サブメモカが弱いかんか。これなんならさ、サブメモカ。こっちの方が上がるな。上げて。結局サポート力が 30% しかいかないっていうことを考えると、そういう話ですよね。適当にさ、一旦。あ、ちょっと待って、一回覚えとこうか。これでも17万5000と14万2800でしょ？上がるね、こっちの方が。そう、こういうとことかね。結局サポートの 30% しか乗らないよっていうところ。で、そう、あの時も多分、そもそもイサリさんが、これ、シェリーファンクションをこっちにつけて、で、これかな、多分。このマルチメモカを、サポートにつけてたんですけど、多分、こっちをサポートにして、こっちを、ね、サブにした方が多分強かったんだろうね。そういうとこ全然、気配りができてなかったかもなって。だからもうちょっとね、火力というか、底上げはできたんじゃねえかなという反省会かな。正直に。やっぱいまいちな、そのサポートメモカの 30% 補正っていう、ね、見切れてないというか、やりようはあったんじゃないかなっていうところですよね。はい。そして、特に、あとは、断捨離と、あと、報酬が、いただけたけども、で、まあ、エリクサーはそこそこ、なんだかんだ最後ちょっと使ったよね。気持ち使いました。まあ、一応、二歩法で節約したつもりではあるんですけど、ちょっとケツカツになっちゃったかな、思った以上に。もう少し余力残したかったんだけど。特に対戦エリクサーがやばい。やばい。また稼がなきゃならないね。とりあえずエクレア確定ガチャでもう一個取れるので、あとはスクラッチに行きたいですかね。なんだろう、スクラッチの方では、スクラッチも引いて抱き合わせるか悩んだよね。まあ、私的にはあんまりね、その、切り板っていうのかな。まあ本当、なんだろう、1000回とか行ったらいいかなとか、まあ500回とかでも、まあなんかやってもよかったかなと思うんですけど、あんまりそんな意識してないですよね。しかも一応なんですけど、パート付けって結構曖昧で、私結構一応、まあそこそこまだやってる方なんですけど、それでもあの、例えば間に、なんだっけ、まあ配信とか生放送とかやったやつの、再生リストに、多分、スクソ再生リストに入れるんだけど、ナンバリングをつけるときとつけないときが結構、特にあの、そう、生放送の分のアーカイブって、そのパートを綴りにするかとか結構、若干いつも考えたりとかして、あとまあ忙しくて触れないときとかも結構あって、あれ意外と時間かかるんですよね、あのパート付けって。あと YouTube のシステム上、あんまりあれ、なんかね、なんか毎回やり方コロコロ変わるんで、またこの間も変わすね。YouTube スタジオになったりとかで変わったりとかして、まあ、結構裏話なんですけど。あんまりね、実はね、できてなくて、だからあの、再生リスト、多分スクスの再生リスト ね、見てもらえばわかると思うんですけど、800じゃないんですよね、この動画。もうすでに800は超えてるんですよ。だからあの、アーカイブ、パート付けしてないアーカイブがあって、まあ、そっちとかでね、結構ね、なってるんで、まあ、明確な、
いくやつっていくつなんやろなっていうのは結構ね、実は、アップじゃないよ、プレゼントっていうのあったりとかですね。だからちょっと、あんまり私は切り板とか、まあ一応ね、まあ、パートはつけてるんでね、まあそこでっていうのはあるんですけど、まあなかなか難しいですよね。あと記念に何やんだっていう話も結構ありますからね。まあそういう、なんか、振り返りとか、まあ、総集編みたいな感じぐらいしか私はできないかなとかちょっと思ってまして、あと私はそのため、なんか、なんかそのために貯めてきたアイテムとか私結構使っちゃいますからね。あそこお返しはないんだっけど、あれお返しないんだっけ、あそっか、あれあそうだっけごめん分かんないです。返しは確定じゃないんだっけ。だったらあれか、バースデーの時に、いや、まあまあ冒険が終わりました。クエスト成功。そうですね。まあなかなか思うところありますけど、まあでもね、それって結構皆さんにいただいたコメントで私の動画とか、私のこのスクストとかは成り立ってるんで、なんでね、まあもしなんか気になることとかがあればね、まあ積極的にコメントいただけるとありがたいですね。いろいろね、本当に。って思ってますよ。本当ですよ。編成しましょう。アスリシが終わりました。ってことはゆいちゃんにお買い物してあげないとね。本当はね、ちょっといろいろお買い物、こっちのお買い物もしたいんですけど。いらっしゃい。一応ね、ミラクルラブとURMに伝達回路はそうなんですよね。週ごとに変えたりするんで。これもね、来年以降何が来るかわからないので。ある程度ですかね。で、この3つのジョブは全ての持ってるジョブが終わった後に、終わらせるっていうスタンスでやってますね。私本人で終わりですね、ゆいちゃんは。で、終わった子たちはまあ適当に、なんかその雰囲気に合ったやつとかを適当につけてます。このやり方が合ってるかは全くわかりませんけどね。無難っぽいナイトとかつけてますけど、まあ、基本的に技能1と2は固定ですかね。回復をメインにしてますね。まあ、やっぱ引率者とかがしっかり回復してくれると、まあ、結局、完走できないと稼げないですからね、冒険チャンネルは。まあ、一応こんな感じですねって。で、あとはじゃあ断捨離して終わりますか。あんまり対していつもと変わり映えない。10連ガチャを2回回したというのはあるんですけど、結果が伴わなかったんでね。なんかあんまりこれだけ感はなかったですけどね。では、でもなんか嫌だな。あんまだからサムネ詐欺みたいにならないようにしたいですからね。とりあえず10連ガチャのとこサムネにするかもしれないですけど。でも、花800回記念みたいなさ、煽りを入れるわけにはいかなくなっちゃったね。結果が伴わないものっていうのは、ちょっと、あんまり好ましくない。今日かじゃねえな、原発が。でも、まあ、そこそこ、あれっすね。違う。特攻にして、あれ特攻はこれか。この絞り込みこんな感じになったのね。でここをしっかり限定して、通常のレア限定とか全然ないな。最近使ってないんだけどね。そんなにレア限定って手に入んなくなったんだっけ。レア限定使えるか全然ない。まあ別に基本的にあんま使わないんですけど、ここで結構使うかな。なんなら特攻レア限定は結構あるんですけどっていうね。さあ、この日のために貯めてきました。まあ、ダメなコーンはこの間来たから、多分、まあ大丈夫でした。見分用のキープとかはいらないんじゃないかなと思うんですけど。あんまなせん。取り込み。とりあえず、レアメモか、軍団を取り込んで。結構強化ポイントも最近減ってきてますからね。一時期350万ぐらいあった気がするのに、今270万まで減りましたからね。だから結構使うもんですね。あ、ここはたくさんのいっぱいあるよね。しっかり取り込んでいきましょう。で、まあ SR。あ、このもか。
で、まあ、これ、これ。あと、ここ、レアまでは入れていいでしょ。SR は一応切ってます。あ、なんか結構ちょこちょこ入ってきたから。あとでロックし直しますか。こんなもんすかね。うん。で、16万、それで終わりかな。うん。問題ないでしょ。で、295万まで回復しましたね。うん。っていう感じですかね。まあ、SR は特攻でも残しておこうかなっていうね。うん。またもさ、強化ポイントに困ったら、ちょっとね、どっかで、まあ、取り込み直すのも視野に入れるかどうかですね。結局そこまで就職しないですからね。お帰りなさいしたリトルフンディネとかね。まあでも、ね、ここら辺使うよりは、誰かの UR 借りた方が、あ、これ見てないかもしれないな。結構見たことないやつありそうですけどね。だからまあその辺のメモ化紹介動画とかもいつか作るかもしれないです。我が決意こそ清田つやいば。この SR のシンプルな感じ好きです。まとも綺麗にまとまってて。よし。じゃあそんな感じですかね。ちょっとね、寝起きリリーズはあんまりよく喋れなかったんですけど。というわけで改めまして、今8時いいですね。800回にふさわしい8時。800と8、8時、800、なんでもないです。というわけで改めましてね、2019年、いろいろとお疲れ様でしたということでね、まあまだ一応何かもう一個一イベントがありますが、まあ大きな山場である、協力戦はこれで終了と。そして来年からは多分バジオ仕様が変更になるんじゃないかなというね、まあサポート、まあ一応ね、サポートメモ化が加わった上での、まあ初めての協力戦だったりしたわけですけど、まあ多分まあいろいろ変わるんじゃないかなと、2020年からはね、私はまあ多少予想はしていますが、まあ一応こちらにも書いてはありますけどもね、年末年始、まあ、新しい新進キャンペーンが始まったりとかね、まあ、ありますけど、協力戦の形は変わったりとか、ストライカードポーカーとかは、やっぱ小春ちゃんモードとかになるのかなとか、ちょっと思ってますね。まあ、一応、切り力、切り以外のやっぱり、この年の切り替わりか、もしくはやっぱこの6周年ですかね、だから、まあ、1月か4月には少なくとも、まあ、協力戦の変化はがあったりとか、まあ、いろいろあるんじゃないかなと、あとまあ、結構大きな節目ですよね、一応、新ストーリーが。そうですね、新規メインストーリー始動、そうですね、一応、あれ、いつ来るってさ、書いてあったっけ、結局来るんでしたっけ、まあ、新しいね、3種類目のエクストリームレア、エクレアが登場したりとかね、まあ、いろいろとあると思うんで、だから、すごくどこまで私も、なんか、余力を残すかですよね、ちょっとだから、まあ、来月の協力戦も結構走ることになるんじゃないかななんて思うんで、エリクサは多めにキープしておきたいですよね。はい。ああいう感じで、この辺溜まってきたよね。ちょっとフルーツタルトとか。あ、これ。あ、でもこれ一応10は上がるんだ。これあんま上げてなかったね、それは。これもちょこちょこ上げてってもいいかもね、よく考えたら。そうですね。まあ、フルーツタルトとか、デラックスパフは、あれですけども。というわけでお疲れ様でした。まあ、特にね、800回目、パート800。あまり、記念感はなかったですけど。まあ、明日、まあ、逆にちょっとね、まあ、このね、テレビ戦の後はいろいろとお楽しみがいっぱいあるんで、まあ、何かしらできたらいいですね。なんか記念っぽく。まあ、でも記念って何したらいいんですかね。本当でも、なんかそれで、もしこんなんがあってあればね、一応、私の中ではやっぱ結局、総集編みたいなやつぐらいしかできないかなって、まあ、2周年のやつもそんな感じになる予定なんですよね。私は結局、無課金プレイヤーなんで、まあ、なかなかね、例えば記念に課金するよとかっていうのもちょっとね、まあ、一応今は、ね、止めとこうかなと思ってますからね。やっぱりちょっと0か1かの差は結構でかくて、一度課金してしまったらもう少しでも、まあもう無課金とは呼べなくなっちゃいますからね。まあもちろんね、運営さんにそのね、援助じゃない、援助って言い方も悪いですけど、なんか、そんなね、まあビビたるもんでも、まあ協力はできたらなって思うとこはあるんですけど、私の中やっぱりゲームの遊び方とかスタンスとかはやっぱりね、やっぱこだわりもありまして、でも何らかの形でね、やっぱちょっとお返しもさせていただきたいなとは思ってますからね、まあその辺はまたいずれということでね、はい。ではでは、お疲れ様でした。